岡ライブ旅行の2日目。最高気温が 25.3 度と暑い中、ライブの前後には明太子やごまさば、うどんなど博多グルメを満喫してきました。それでは最後までよかったらご覧ください。この日はゆっくり起きて、前々から朝昼兼用のお昼ご飯にしようと思って計画を立てていた。泊まっていたホテルとは目と鼻の先にある三井ガーデンホテル福岡祇園、こちらの1階にあるウォーデンさんにやってきました。オープン時間が11時半だったので、10分前ぐらいに行けばいいかなとのんびりしていましたら、この日は日曜日ですし、なんともう着いたら長蛇の列でした。でもとりあえず列に並んでみます。後ろに並んでた方もミスチルライブに来た方のようでして、すごい親近感を覚えたのですが、なかなか話しかけることはできませんでした。ランチは海鮮丼が中心となり、煮魚定食もありました。ふわふわのメレンゲを使ったふわたま海鮮ユッケ丼も人気のようです。ご飯やお味噌汁、お漬物はおかわりが自由となっていました。その他ドリンクはフリードリンクになってました。こちらのドリンクのコーナーでは、やめ茶を中心とした日本茶や和紅茶、コーヒーなどが楽しめます。デザインが少しずつ変わった青やオレンジ色を基調としたカップを、好きなものを選んで入れられるのがまたテンションが上がります。私が選んだのは明太いくら卵焼き丼1800円です。これをインスタで見て絶対これを食べると決めて、博多の最初に決めたご飯はこちらでした。粒の大きなイクラの上にだしの効いた卵焼き、そしてその上に大好きな明太子が一腹ドドンと乗っています。ふんわりと焼き上げられた出汁の効いた卵焼き、そして大好きなイクラ、そしてこれまた大好きな明太子、これが全部一緒に食べられるなんて、もうすっごい幸せのひとときでした。50分並んだことはもうすっかり忘れてしまいましたね。めちゃめちゃ美味しかったです。地下鉄で行こうかなとも思ったんですけれども、前の日になんと歩きすぎてしまったせいか、腰がちょっと痛くなってしまったので、あまり歩かなくていいバスにしました。はい、
斜め目のお客様、ちょっと右側の方におやり。こちらは券売機製の立ち飲み屋さんです。地下にもフロアがあり、そちらには椅子があるようです。なんとなく蕎麦やうどんがないおつまみに特化した仙台で言えば青井さんみたいなお店です。こちらのお店ではごまさばや博多がめ煮など、こういった博多名物を安く気軽に食べられるので、一人でふらっと来るのにもすごいいい場所です。このがめ煮を学校給食で郷土料理の一環として普及させようと筑前煮と呼ぶようになったということなので、筑前煮とがめ煮はもともと同じようなものなのかなと思いました。とは違いとしては、がめ煮は材料油で炒めない、筑前煮は油で炒めるという説もあるようです。もう少し何か食べたいなと思ったのですが、この日はもう揚げ物類は完売ということで、こちらのさっぱり系の2つにしてみました。もっといろいろ飲み食いしたかったんですが、この日すっごい疲れすぎてしまって、だんだん立っているのが辛くなってきてしまったので、とりあえずお店を出ることにしました。この天神河童の泉は福岡市の都市景観賞を受賞しているアートということです。さて、こちらは博多駅にやってきました。少し迷いながらもなんとかたどり着けたのがこちら、牧野うどん博多バスターミナル店。こちらの牧野うどんさんは福岡、佐賀、長崎で展開されているチェーン店。45年以上地元で愛され続けています。なんと麺が減らない魔法のうどんです。こちらの博多バスターミナル店では券売機が導入されてましたが、他の店舗では各席に置かれた注文表に自分で記入して注文をするスタイルのようです。牧野うどんさんの麺が柔らかいことはあらかじめ聞いていたんですけれども、その通りもっちり柔らかい麺に利尻昆布を使ったスープがよく絡んで、じんわり出汁の味が感じられてすっごい美味しかったです。
麺の硬さこれで普通なんですけれども、柔らかかったらどんなに柔らかいんだろうと思って、柔らかい麺にしなかったことをちょっと後悔しました。そして食べてる間にも麺がスープを吸ってどんどん膨らんでいきます。実は特殊な製法で作られたうどんがスープをよく吸うという仕組みになっているようです。そして脇のうどんと一般的なうどん店の最大の違いは冷水で締めないということなんだそうです。そしてこちらが麺がスープを吸ったことによりどんどんスープがなくなっていた私のわかめうどん、やかんに入った追加のスープを出していきたいと思います。この作業がまためっちゃ楽しいですよね。うどんがこんなにボリュームがあるものとは初めて感じました。もともとのうどんもわかめの量も多かったし、スープも吸うことによってすっごくお腹に溜まって、そして美味しくいただきました。本当はお風呂上がりに食べたいなと思ったんですが、お部屋の冷凍スペースがどうもなんか冷えが弱いような気がしたので、溶けてしまっても寂しいので早速食べることにしました。ブラックモンブランの名前の由来としては、こちらの会社の元会長さんがアルプス山脈の最高峰モンブランを目の前に眺めた時、この真っ白い山にチョコレートをかけて食べたらさぞ美味しいだろうという思いを名称に取り入れたという夢のあるエピソードがあるそうです。ではでは、めちゃくちゃ長い一日でした。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。